一人暮らし、高人持ち、高校中退、17歳男です。来年度大学進学を書いていたのですが、お金を借りてまでやりたいことがないのに行くのはどうか、いい大学に書いてもいいないといったような意見を受け、大学進学を悩んでいます。今は生活費を稼ぐためにバイトで月16万17万円を稼ぎながら毎日のようにゲームをしだらだら過ごしています。もしよりさんだったら大学に進学しますか、起業などしますか、就職はなしでお願いします。親が金持ちならいいんですけど、家賃どうやって払ってるんですかね。あ、生活費でバイトでやってんのか。あの月16万17万って多分体を使ったバイトをしてると思うんですけど、あの体力で稼げるのは多分30歳までですね。35ぐらいまで。でそっからもうあのだんだん体力落ちてきて、若い人と比べると、じゃあそのもう35のおっさん雇ってもしょうがないよねっていうのと、働かしても体が浮かねえっていうので、どんどん仕事が減ってくるんですよね。でコンビニの店員って、あの17歳の人がコンビニの店員やりたいですって言った時と、35歳がコンビニの店員やりたいですって言った時、時給一緒なんですよ。なんかその37歳だから、じゃあ時給2000円とか2000円ねとかなんなくて、別に17歳でも1100円だし、35歳でも1100円なんですよ。なので35歳の時に月16万17万コンビニで稼ぐってかなり厳しいと思うんですよね。あのその体力の問題もあるし、あと周りは10代みたいな。なのであの早めに死ぬのであれば、別に30前に俺死ぬぜっていうのであれば、別に今好きに生きていけばいいと思うんですけど、なんだかんだ言って、あの人間って大体日本だと男性だと84歳ぐらいまで生きちゃうんですよ、平均寿命。なので84歳ぐらいまできちんと自分の生活をまともな状態で維持できるかどうかっていうのが、その確証がないんですよね。で大学に卒業すると大体年収換算プラス4000万円ぐらい増えるんですよ。まあ、あの今でも検索すれば、その高卒で帰れる会社と、そのあのまあそのなんか就職で応募するのに大卒を資格にして、あの大卒がないとこの応募しちゃいけませんよっていうので調べると、大体そのなんかあの初任給みたいなので、大卒で来てくださいってなると、まあ20万超えるけど、高卒ですっていうと、じゃあ15万ですみたいなっていうのがあるので、やっぱり大卒の方が給料高いんですよね。なのであの楽にお金を稼ぐっていうのであれば、学歴を取った方がいいんじゃないかなと思います。